ジョゼージ・ミウソン・ゴメス・ジモライスは、ブラジル・サンパウロ州、タクアリテンが出身の元同国代表のサッカー選手。現役時代のポジションは D、DF e、MF。守備のようとして、リオンのリーグアン3連覇の原動力となった。2001年のコンフェデ杯では代表キャプテンを務め、2002年の日韓 W 杯では、スリーバックの中央を務め優勝に貢献した。コスタリカ戦では、 見事なオーバーヘッドシュートを決めている。その後リーガイスパニョーラの FC バルセロナに移籍金1000万ユーロで移籍し、怪我に苦しみながらもボランチもしくはセンターバックのポジションをラファエル・マルケス、オレゲール・プレサスラと争った。2005から06シーズンはボランチのレギュラーに定着し、クラブの2冠へを大きく貢献した。2006年のドイツ W 杯の ブラジル代表メンバーにも選出されたが、大会直前の怪我のために出場を断念した。2008年5月、ビジャレアル CF に遺跡金なしで遺跡した。2009年1月、ブラジルの SE、パルメーラスへの遺跡が発表された。2010年1月31日、レアルサラゴサとシーズン終了後までの契約を結んだ。2010から11シーズンもサラゴサでプレーし、 2011年夏に母国のセヤラー SC に移籍した代表。ありがとうございます。